池田徹略、高弘さんです。よろしくお願いします。お願いします。そうですね、本当に初めて、単独で主演させていただくということで、とても、プレッシャーは感じたんですけど、もともと錦織監督の作風はすごく好きで、いつかこうあったかいヒューマンドラマをやってみたいなと思ってたので、今回すごくクランクインまで楽しみにしてたんですけど、実際クランクインしてみて、こうスタッフの皆さんもキャストの皆さんもすごくあったかくて、現場の雰囲気も良くて、プレッシャーはそんなにこう感じることなく、力を抜いて演じさせていただければなと思いながら、やらせてもらってます。いや、今回光栄なことに母親役で、松坂慶子さん、出演していただいてるんですけど、そういった意味でこうすごく光栄ながらも、足を引っ張らないように一生懸命ついていきたいなと思いますし、しっかりこう松坂慶子さんが恥ずかしくないようにというか、惚れるような息子を演じていければいいなと思ってるんですけど、池田徹は記憶喪失になっているということもあって、とても難しい役柄だったんですけど、見てくださるお客さんにはこう回想シーンだったりとかね、事故に遭う前の幸せな日々だったりとか、そういったところもこう一生懸命描くことができましたし、なんか陰と陽のバランスだったりとか、本当にこう人それぞれの人生の中にある、プラスな時とマイナスな時と人生の浮き沈みだったりとか、幸せな時とそうでない時と、なんかいろんなところをリアルに表現できたと思うので、全部のシーン本当にこう大切にお届けしたいなっていう思いはあるんですけど、はい、あ、田中さん、めっちゃ疲れた、いい感じ、雨も全然良くなってる、撮影は本当に緊張したんですけど、監督ともいろんなことを話しながらいい撮影になったと思うので、ぜひ楽しみにしてほしいと思います。多少の火傷はもう僕はこの作品にかけてるんで、いやアクション映画じゃないんだよ。どう、記憶を失った男、何も思い出せない、大事なことを忘れてしまってる、あの子の未来を奪った、そこには温かくも切ない秘密があった。そっとしといてほしいんです、せめて思い出すまで。僕に会いたかった。今から始まるの。